ポロロマーノはどうだった？こんな建物があって特に神殿が多くて、うん、ここにヨーロッパをすごく感じた。感じた。そうね、日本では絶対見れないもんね。アジアでは見られないものだもんね、石造りとかね、うん、はい。ここは無料で炭酸水と普通の水どちらも給水できて、ここは充電スポット便利だよ。